国民中学は台湾における義務教育の一部である。12歳から15歳までの学齢児童とし3年間の義務教育である。日本統治時代の台湾総督府が実施した直轄学校完成政策が最初であり、1941年の国民学校を経て、1968年の義務教育9年制施行に伴い国民中学に解消された。 日本統治以前は台湾の教育体系は確立されてはいなかった。台湾の教育はオランダ統治時代の1636年5月26日、オランダ人が読み書きを教える信仰者を創立したことが初めである。最初は不教を目的とした宗教教育を行うことが目的であった。1661年に低成功が東インド会社を台湾から駆逐し、 台南市に停止政権を成立する。陳久佐主は上天府を設置する。いわゆる台南孔子病である。当時、孔子病は台湾の最高学府であった。1683年に史郎が台湾を占領すると第一書義学が成立し、1704年に第一書所院を設立。1896年に台湾総督府は、 台湾総督府直轄学校完成を発令し、国語学校、国語練習書を策定した。国語学校は1898年に国語学校第四附属増設中等科により最初の中学校を創設し、後に台北市立建国高級中学の前身となる。日本政府は初期的中等教育を行うため日本人学生と何人かの台湾人学生を共に学ばせた。 1907年、台湾総督府は、台湾総督府中学校完成と台湾総督府中学校規則を発布し正式に、中学校は成立したが、台湾人の初等教育の継続については、保留し続けた。1915年に日本と台湾の合意により、台湾の上流階級の指定が通う、台湾公立大中中学校を創立する。 女性教育においても1897年に国語学校第一附属学校女子分教場が初めて設立された。1919年には最初の女学校として単独で市販化、儀芸化等の学科が設置された。ただし即使い、日体学生という各自的学校、教育年限は教材なり差別。霊女大中中学校的修行年限ただ、有四年。 その他日本学校と少量1年。台湾の中学教育は、新台湾教育令が発布後は、普及し始めた。1922年主任文官総督の伝、健二郎は、台湾教育令を発布し、日体教学を提唱する。統一した、教育年限と、教材、台湾学生への教育の機会増やすなどした。加えて、台湾中学校規則と、 台湾公立高等女学校規則により台湾の中学校は大幅に増加した。1941年には台湾総督府は第三次台湾教育令を発布し小学校と中学校を統一した国民学校とした。ありがとうございます。